さ、君の話をしよう、きっと僕だけが知ってる、だって君はこの話のこの物語の主役だからさ、僕は君のヒロインで映画のような僕が作る話の続きは劇場にて。ねえ、いつまで待たせる気、いつまで待ってくれますか、あの名シーンだけは、君と僕のあのエピソードだけは、あーもうちょっとだけ待ってて、って言っても可愛い君が愛おしい、見とれて進みやしない、気づけば誰もが君のファン、ちょっともやっとするのは僕のファン、でも眠ったりならやっていけるさ、 Love you, love me, 匿名で送ったラブレター、君はすぐに僕って気づいたな、まだろっかしいことしないで愛を伝えましょう、今日こそは君をドキドキさせてみせるなんて言っても、未だに完全乾杯夢中さ、だからさあお話の先を見よう、きっと僕だけが知ってる、だって君のこの話のエンディングは僕が歌うからさ、やっぱり君はヒロインで映画のような僕が作る話の続きは劇場にて、君と作ってく話の続きはまた後日に。